さん同志社大学行ってみたいと思います。本日の政治問題は4問。デブさん、長文どっかの中に設定されている問題ですからね。ただカッコ2番に書いたんですが、本文の意味内容を追わなくとも解けますからね。ですから言い方を変えると、文法をしっかり運用できるかどうか問うてるだけです。そして今から解説等々やっていくんですが、その中で出てくる重要な情報、それは一番最後にまとめますからね。ですので皆さんは問題を1問ずつ解いていただく、そして解説を1問ずつ聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。さあ皆さん、トイレ1番行ってみたいと思います。皆さん、1号不要ですのでちょっと気をつけてくださいね。さあ皆さん、8択でございますので頑張っていただきましょう。では制限時間10秒でどうぞ。さあ皆さん、確実なところから行ってみたいと思います。まず選択肢の8番、 We は主語ですね。で皆さん、ひとまずこの辺りに置いておきます。そして主語の後ろは絶対に動詞が必要ですので、まあ、選択肢の中で 100% 動詞と言われたら助動詞名がいますね。そして助動詞の後ろは必ず動詞の原型ですので、選択肢の中で可能性があるのは2番と7番。でもちろんどっちにするかはちょっと後で決めますので少々お待ちください。そして Learn と言われたら学習する、もしくは身につけるですので、身につけたよー、何をーということですので他動詞。そしたら万談にしても捨てたよー、何をーということですので、どちらにしても他動詞ですね。そして皆さん、他動詞の後ろは目的語でございますので、品詞は名詞で、残ってる選択肢の中で名詞と言われたら Material ですので置いときますね。そしてちょっとそろそろ限界でございますので色分けさせてくださいね。第2段階では青を使います。そして皆さん、メイウニャウニャという動詞と先頭 forgot、 これで皆さん動詞が2つございますので、動詞と動詞をつなぐものは接続詞または関係詞でしたね。で、選択肢の中で接続詞関係詞と言われたら1番と6番、これでそうざっと構文バッチリですね。そしてそうとざっとをセットで使うのも、まあ、ここに助動詞があるというのがヒントになりますね。皆さん、そうざっとの右側、普通は SV なんですが、その動詞のところに助動詞使いますからね。まあよく見かけるのは can ですが、もちろん別に may とかでも OK です。で、あと皆さん、この後半 material の左側に空章を開けてるのは、まああの先頭の表現がヒントですね。この all material がヒントとなっております。ですから選択肢5番の new を使えばバッチリですね。で、皆さん、new は形容詞でございますので、後ろの名詞にかけることができますね。そして皆さん、次の段階でございますので、緑を使わせてくださいね。さあ、と皆さん、残ってるのは、learn にするのか、abandon にするのか。皆さん、ヒント、forgotten all material。古い素材とか、古い資料を忘れるんですね。で、皆さん、こちら、new material と対比の関係になっておりますので、old と new ですからね。ですから、忘れたの反対は、もちろん、身につけるという learn ですね。ですから、新しい素材とか、新しい材料、それを身につけるために、古いものを忘れると。ですから learn と forgot の対比ということでもございます。ということで皆さん、ひとまず完成ですね。さあ皆さん、改めてご覧になっていただいて、色分けしているのは理由がございます。皆さん、7回問題はどの順番で並べていったのかを見直すことが重要ですので、後で見返した時に並べた順番が分かるように色分けしております。つまり第1段階で考えたことはオレンジ、そして第2段階で考えたことは青、そして第3段階で考えたことは緑。これは皆さん表記をしておりますので、それを参考にしながらご覧くださいね。ですから正解は So that we may learn new material、 これでバッチリです。さあ皆さん、2つ目の問題でございます。今回も一語不要ですからね。7択でございますので頑張っていただきましょう。では10秒間でどうぞ。今回も選択肢の5番の We が主語ですので、こういう感じで置けば後ろは動詞で、選択肢の中で動詞はどれですかと言われたらもう4番しかないですね。ですから We are、 そして B 動詞の後ろは形容詞ですが、皆さん、あの熟語に気づいている方いらっしゃいますよね。皆さん、1番と6番で Be aware of、 皆さん、これでうにゃうにゃに気づいていない熟語が成立してますよね。で、皆さん、あと Of という前置詞ございますので、後ろは名詞が必要ですね。で、皆さん、選択肢の中で名詞と言われたらもう2番だけでございます。ですから、皆さん、of の後ろは it。で、あと皆さん、are という動詞と左側 stay。動詞が2つございますので、
接続詞関係詞を補って動詞と動詞をつなぐ。これでいくと皆さん選択肢の3番ですよね。 Even though でうにゃうにゃったか、これで皆さんうまいこと決まりましたので、一語不要ということで7番は使わなくてもよかったですね。ですので完成でございます。正解は Even though we are unaware of it、 これでバッチリです。さあ3つ目の問題でございます。この問題皆さん2語不要ですからちょっと気をつけてくださいね。では皆さん制限時間10秒でどうぞ。それでは一つ目の空所ですが、ヒントはその左がユニッツ、まあ単位と書いてますからね。でもちろんこのあたりをヒントにしていただいてもよろしいかと思います。つまり1万人の労働者にうにゃうにゃ33のロボットですから、選択肢4番のパーですよね。これで皆さん1万人の労働者に月ということで意味的にもバッチリです。そして皆さん先ほどから出ておりますので、もうお気づきかと思いますが、suggest 動詞と central has という動詞、動詞と動詞をつなげるのは接続詞か関係詞ですね。で皆さん選択肢の中で接続詞関係詞と言われた6番か7番か、ただ皆さんどちらも関係代名詞ですので、皆さんこのあたりの先行詞がヒントになりますよね。で皆さんこのあたりの先行詞が人だったら風でいいんですが、もう見ての通り人じゃないのでフィッチを選択していただけるとバッチリです。で皆さんフィッチを選択したと同時に風は使わなさそうですね。すみません2行目の空所2つですが、これは皆さん33と93、もしくは33と213、これを示すのは1番と8番でいけそうですね。もちろん compared with で比較でしたね。だって皆さん後半まずはうにゃうにゃオートメーション、それはフィッチで指しているこのあたりの内容ですね。で皆さんもちろん33と比べて93や213と言われたら多いわけですから more ですね。で皆さんこういう感じで決まるかと思います。そしてあとは皆さん文末でございますが、うにゃうにゃではなく多いと言っておりますので、多いの反対少ないがきますよね。ですから選択肢の2番のレスが良さげですね。ですのでこういう感じで決まりました。これで皆さんもう一つ使わないのは please ですね。さあ皆さんこれで完成でございます。さあ皆さんこれで正解は per 10,000 workers compared with the Fitch suggests the need for more automation not less、 これでバッチリです。さあ皆さんトロ4番でございます。今回1語不要ですからね。さあ10秒間考えていただきましょう。お願いします。さあこの to がヒントになりそうですね。つまり to 不定詞が成立しそうですね。で皆さん動詞の原型と言われたら find で to find でひとまず置いておきますね。そして to 不定詞と皆さんこの for を見たらあれがいけそうですね。つまり for プラス名詞で意味上の主語、 to 不定詞の項目の中で有名な原則ですね。で前置詞の for の右が名詞ですので4番の someone がいけそうですね。そして皆さん選択肢の1番 else に関してこれとセットでいけそうですね。 else は一番最後うにゃうにゃ1と併用ですからね。ですから1語不要は as でバッチリです。これで皆さん to 不定詞の意味上の主語として成立しますので、これで良さげですね。ですから正解は for someone else to find、 これでバッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは括弧1番 A so that B で、もちろん so that は接続詞ですので後ろは SV が必要ですね。ただ皆さんその SV のところに助動詞が入っておりますので、それが皆さん目安になるかと思います。そして訳し方ちょっと皆さん気をつけてくださいね。 B するために A ということで目的を表してますからね。そして2番 Be aware of、 うんたらかんたらに気づいている、まあ、もしくは意識しているという意味でもいいんですが、うんたらかんたらを知っているということで know と言い換え可能ですからね。そして3番 to 不定詞の直前に名詞があれば to 不定詞の意味上の主語を疑うのが賢明です。でもちろん形は for プラス名詞。ただ皆さんこのあたりの理屈をご存じない方、その方のために解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は皆さん概要欄に貼っ付けておきますからね。この後もしお時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。ということで皆さんまとめが終わりました。まあ、ホワイトボードを改めてご覧になっていただいてですね、もし知らない情報がございましたら
この後ノートを取っていただいて、テミさんノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さくらさんやってください。